おめでとうヒロシ、本当に医者になりたかったのね。ありがとう。自分の道は自分で切り開くものだから、父さんと母さんは責任を感じないで。立派になったわね。母さんは泣きながら嬉しそうな悔しそうな、そんな複雑な表情をしていた。俺は小さい頃からずっと医者になりたかった。だけど我が家は決して裕福ではなかった。普通な方なのかもしれないけれど、俺を医者にできるほどの収入はなかった。両親は子供の言うこといつか変わるだろうと思っていたようだけど、俺の心は変わらなかった。そして学校の先生からの勧めで防衛医科大学校を目指すことにしたんだ。防衛医科大学校、それは無料で医者になることができる学校。その結果俺は念願の合格を果たし、今日から寮生活を送ることになった。うわぁ、なんだなんだ。そしてこの大学生活は普通の大学とは大きく異なるんだ。ヒロヒロ探偵団。倍率やっぱりそこそこ高いんだよな。俺よくやったな。まずこの大学は倍率がそこそこ高い。今年は募集人数85人に対して志願者は5800人、合格者は322人だった。入試が他の医科大学よりも早く行われるため、他の大学を受ける前に練習で受験する人も多いらしい。防衛医科大学校は医学科と看護学科がある。看護学科には自衛官コースと技官コースがあり、自衛官コースは卒業後自衛隊に配属され、技官コースの卒業生は防衛医科大学校病院に勤務することになる。俺が合格したのは医学科。防衛医科大学校というのは防衛省が管轄する医大だから、入学した時点で防衛省所属の国家公務員扱いになるのだ。学費は無料で制服が支給され、食事には学食がある。ちなみに月額10万円ほどのお給料とボーナスが支給される。そしてやっぱり普通の大学生とは生活が大きく違う。よろしくな。俺倉田隼人。こちらこそ。俺はただのヒロシ。部屋やっぱりちょっと狭いよな。まあそのうち慣れるよ。防衛医科大は全寮制だ。医学科は基本的に2人部屋で過ごす。部屋は少し狭い気がするけど、正直生活していくうちに慣れた。1限2限という概念がないこの大学は、平日は早朝6時半に起床しなければならない。うわぁ、なんだなんだ。朝だよ。いつまでも寝ぼけてないで起きろよ。ああ未だになれないな、これは。起床時間になると君が世が流れて目を覚ます。最初の1週間はよく君が世の夢を見て夜中に飛び起きた。でも別に辛いとは思わなかった。毎日の規則正しい生活や習慣を積み重ねることで自衛官らしさが育ってくる感じだ。朝食が済んだ後は朝礼が行われる。授業は8時45分から始まる。本当に規則正しい生活だよな。うわうまそう。今日は唐揚げか。全寮制だから毎日学食で食事を済ませるんだけど、食事は栄養士さんがしっかり考えてくれたメニューで、味もなかなか美味しい。もちろん授業は医学に関することが基本だけど、1年生は高校の延長線みたいな感じかな。先輩の話によると2年生になったらいろいろ覚えることが増えて大変らしい。さあまずはストレッチから始めるが、担架を持ったまま走る訓練を行う。はい。当然自衛官扱いだから訓練もあるよ。でも体育会系の辛い感じじゃないよ。女子学生のスピードや体力に合わせて行われているから、男子学生にとってはそんなにきつくない。でも災害派遣や国際貢献といったような過酷な現場があるため、どんな環境でもしっかりと医療を提供できるようにしなければならない。知識だけではなく体力をつけることが防衛医科大学では必要なのだ。そしてこの大学に入ると当然長期休みという概念がない。長期休みなんかはパラシュート降下訓練や硫黄島訪問、戦車道場をしたりするんだ。いろんな基地に行ったりするから、そういうのが好きな人は向いてるかもね。授業をサボって青春を謳歌みたいなのはできないけど、でもこういうなかなかできない経験ができるってなんかいいよな。かといって全く自由がないわけじゃない。土日は街に出て買い物をすることもできるし、毎日17時になれば学友会がある。あーごめんミスった。どこにボール飛ばしてんだよ。次は頑張れ。どこに飛ばしてんだよ。お前が言えた口か。この時間はみんなでスポーツをしたり楽しい時間を過ごすことができる。別に規則もめちゃくちゃ厳しいってわけじゃないし、俺も自由に過ごすことができている。でもまあ普通
通の医科大学と違うのは卒業してからかな。普通は卒業したら病院で勤務することになるけど、防衛医科大学に入る場合は卒業後防衛医官として約9年間の勤務が義務付けられている。まあ早期退職は可能だけど、期間に応じて最大5000万円程度の支払いをしなければならないらしいから、現実的には厳しいよね。だから防衛医官だとしても絶対医者になりたいという強い思いがないと難しいかもしれないね。今日所沢行くけどお前も行く？ああ、そうだな、行く。両親には連絡するたびに学費が出せない家庭で申し訳ないとか言われるけど、正直俺は行ってほしくない。別に生活には不自由していないし、仲間もたくさんいる。普通では学べないことがたくさんあって、学力や知識だけでなく体力もつけられる。俺が選んだ道だから何の後悔もしていないし、確かに学費はかからないからお金がないけれど医者になりたいという俺みたいな人が志すケースもあるけど、防衛医官になりたいという人もたくさんいる。決して妥協で入ったわけではない。まあ親にはきっとこの俺の気持ちは伝わらないのかもしれないけどね。でも育った環境で諦めざるを得ない道に光を灯してくれる存在ではあると思う。医者になりたいけど諦めようかと思っている人は志してみたらどうかな。夢を叶える手段は一つだけじゃないって君たちにも知ってほしいな。この動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録をして待っていてくれ。では次の動画でまた会おう。ヒロヒロ探偵団。